子供の頃はね、なんかす描いてたのは本当に安いものを高く売ってボロ儲けしてる女の人が夢でした。なんかすごいんですけど、そういう商売上手なものすごい夢を描いてたんですよ。超商売になって、その、なんていう、輸入、今みたいな外国のものがいっぱい入ってきてない時代だったんで、なんていうの、早くそういうものを輸入してっていうのをすごい考えてました。